本吉岡です。電撃ヤマメ道場2回目はですね、通称旧農協下を紹介します。ここはですね、日原合流点から玉川本流です。もちろん玉川本流なんですけど、日原合流点から南氷川橋を通って奥多摩消防署の下まで、ここをまあ私は旧農協下って、もう農協はないんですけどもね、今氷川保育園になってるんですけども、ここを旧農協下って呼んでるんですね。でここはですね、今どうやって行けるかという、降りていくとこ、今奥多摩消防署から降りていけなくなりましたので、青梅街道をですね、氷川大橋を渡って、それでずっと山梨方面に向かってですね行きますと、左側にですね氷川保育園があります。ここのとこと、その横にですね田中屋って前あったんですけど、今お店、シャッターが降りてるんですけど、その間を降りてくればですね、氷川保育園の下の大きな縁に落ちます、降りれます。であとですね、この前確認したんですけど、今シーズンはですね、合流点から入ってこれますね。吊り橋の下を渡ればいいですから、一旦吊り橋に上が、合流点のところの吊り橋に上がって遊歩道を渡って、もう一つの吊り橋のところを降りて、でその吊り橋の下を右岸側、左岸側から右岸側に渡れば入ってこれます。まあそういうことですね。でここはですね、過去漁協がですね、制御放流、稚魚放流、発岩乱、一切したことありません。したがって、天然ヤマメの宝庫です。ここから行こうはね、大内ダムまでは、下までは。しかしながらですね、下流500メートルから1キロくらいになりますかね、氷川キャンプ場に、解禁日とか特別放流日にですね、漁協が制御放流、ヤマメ、イワナ、ニジマスをしますので、放流しますので、これの一部が遡上していきます。それでかかる場合もありますね。でもこれはほとんどかかりませんので、かかるのは天然ヤマメだと思ってください。で、先ほど紹介しましたように、縁は一箇所だけ、あとは瀬です。それも浅瀬ですね。で通常の水だと非常に浅瀬が続くので、非常に難しい釣りになります。いかに軽い重りで、当たり餌のピンチョロ、平田を使ってですね、正確な振り込みで釣るかと。で一つお願いがあります。これ4月の中旬頃まではここの魚は錆びて痩せてますので、ぜひ4月の中旬頃から釣りに来てください。それまでは渓谷の方でお願いしたいと思うんですね。で、もう一つできればの話で、持ち帰ってもいいって私は言ってるんですけども、電撃ヤマメ釣りファンならば、ここの天然ヤマメはですね、20センチ以下、20センチ含まれますね。これリリースしていただければ誠にありがたいと思っているんですね。そういうことで、電撃ヤマメ道場2つ目の紹介しました。 あとですね、まあこれ大和さん勝手に宣伝させて、これないとですね、杉山さんも近藤さんを褒めていました。これね、これないと電撃ヤマメ釣りできません。ぜひ販売を再開したい、お願いしたいと思います。